おはようございます。おはようございます。いや、早いもんで、うん、直前になりました。はい、来週で今週末だよ。うん、7日8日、これで広島に行きます。 OK、 朝志君頑張れ。はいよ、入ってきました。こんな感じで出来上がりましたね。ですね、まあ、近く、はいはいはい、予報だね、うん、ちょっと雨っぽいんですわ。うん、大丈夫ですか。大丈夫。雨っぽいけど、うん、レインウェアを持って行きます、はい、でもね、あの観光前もなんだっけ、告知したっけ、父ちゃんの昔のいたところを行こうと思って、うん、本当はね一人旅の予定だったんだよ、うん、でもサトシが行きたいっていうことで急遽、はい、行きたいになったんだ、なったんだけど、うん、観光地はほとんど巡らないから、うん、現地アップの動画撮るかどうかまず分かんないっていうのと、うん、編集版の方の動画出しません。はい、微妙な方に全部まとめたらあげるかもしれないけど、現地アップをするかどうかちょっと分かりませんけども、はい、今度の7日8日は広島におります。はい、行きますんで、父ちゃんの昔いた町と家と小学校と、はい、スイミングとかいろいろ巡ってお好み焼きを食べます。イエーイ。というわけで、だから金曜日の夜だね、6日か6日の夜から行きますんで、はい、この自転車旅10本ぐらい動画上げるかもしれないんで、よかったら見てください。お願いします。というわけでよろしくお願いします。はい、こいつ行くからね。今日はそのテスト走行、うん、山の子一緒ですね。イエス、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。